現在のハイリ教会1825年のより大きな草吹きの教会道地図。ハイリ教会は、米国ハワイ州ハワイ島東,東部の広地区にあるキリスト連合教会に属する教会である。1823年、エーササアーストン及び他3名の宣教師はいくつかの宣教の場を作るべく、ハイ島を視察した。その結果2つの教会になる場所を選び、 島の西部コナ地区に木愛川は教会、島の東部広地区にはこの教会であった。1824年5月には、選挙団体のアメリカンボードにより、草吹きの教会堂が改修派教会として建てられて、ジョセフ・グッドリッチ選挙士が就任した。その場所は、広地区の当時ワイアケアと呼ばれていて、これは、ハワイ語のワイアーケアから来ていて、その意味は、広い水辺で、 マウナロア山からのワイアロア川がワイアケア池を経てワイアケア湾へ注ぐところであった。1824年12月、グッドリッチ氏はカピオラに州長に会い、この新しい教えがいいことをキラウエア火山で証明した。1825年にはカラカウア公園により大きな教会堂が建てられて、その後グッドリッチ氏がケアラケクアの教会へ移動したので、 1832年には、ライマン宣教師が就任した。その後数年内により大きな草吹き教会堂学校が建てられた。ライマン家族が住んだ家は、ライマン博物館の一部として公開されている。1935年には、タイタス公安氏に代わり、彼は、プナ地区やカウ地区にまで足を伸ばして、宣教に励んでいる。 現在の教会堂は1854から59年に建てられたもので当時ニューイングランドで集会所を作るのに流行っていたギリシャリバイバル建築様式である。しっかりした建築で1868年の津波でも影響がなかった。入り協会はその後米国改修派協会が米国改革派協会と合同して キリスト連合教会となったので、その派の教会となっている。教会に隣接して、ハイリクリスチャンスクールも運営して、またもう一つチャペルも持っている。この教会のクワイアーも有名で、ハワイ音楽の殿堂入りを果たしている。2002年4月、この教会アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録され、2001年11月にハワイ州の歴史登録罪としても登録された。 この教会の以前の宣教師、牧師の何人かの住まいは、近くに、ライマン博物館となっている。ロイド・ J ・ソラン、ルック・アップ・オブ・ワイア・ケア、イン・ハワイアン・プレイス・ネームズ・アリアカオ、ザ・ハワイアン・エレクトロニック・ライブラリー、2010年10月27日、閲覧、ハワイアン・プレース・ネームズ・ハット・ハイリ・クリスチャン・スクール、プレスクール・グレード8、ありがとうございます。